ちょっとドギーボックスさん、これ何月号？11月号。11月号が届いたんですけど、今小麦がベランダにいるんで喜ばせたいんでセットしておきます。いいですか？はい。今我が家では深刻な おやつ不足だったので。お前な。小麦が食いすぎることによる深刻なおやつ不足だったので。そうね。あんなにたくさん買ってきて。そうなんですよ。2ヶ月持つ計算だったんですけどね。うん、やばいよな。まあ明日買ってくるからな。そうね。仕事帰りに買ってくる。じゃあどれを一番食いつくかな。そのおもちゃに決まってるやん。これ何これ？あ、何やったろう。わからへん。何やこれ。圧縮おしぼりだって。あー、え、何のために？何のために？コロナだからですよ。え、違うやろ。そういうことな。これはお菓子ね。鶏レバージャーキーだって。馬肉薄切り。ささ、鮭ジャーキーだって。鮭ジャーキー、うん、鮭、鮭。鮭、うん、鮭ってお酒かな。タンタカタン。さっき飲んだやつやわ、それ。じゃあ、小麦くんが来るのを待ってましょうか。はーい。一個だけ出して。これ、これ結構神経やからな。え、なんかイナゴみたいに見えたりしいや、カメラ越しやってな、わからへんね、そういうの。鶏ジャーキーじゃなくて、もしかしたらイナゴ入れてきたかもしれないですね。ドギーボックスさんも。いや、失礼に、ほどがある、ほんまにやめとけ。あそこの家は、イナゴでも入れとけってなってますね。うちだけイナゴだった。鮭ジャーキーです。え？何？おっきい。馬肉だろう、こんなの絶対。何それ？馬肉。馬肉？馬肉、鮭、あ、イナゴ。この家に大きいの好きやからな。ツッコめ、お前。何？あ、イナゴや。鶏ジャーキーだろ、イナゴ。ごめんごめん。どうしたの？いいよ、じゃあほら、食べよ。食べちゃダメかと思ったの？いい子だね。これ、馬肉ね。鮭。よし！おもちゃ。おもちゃが一番気になってるやん。おもちゃがいい。いや、だってさっきご飯食べたばっかりやもん。そりゃそうやわ。おもちゃか。ちゃんと切ってあげて、うん、それ逆やろ。そう、それが前やろ。あ、両方あるんや。これ立つもんだよ、ここに。ダサさマックスやわ。名探偵みたい。いや全然。頭長い人みたい。そろそろ電気つけてもええんちゃう。ホームズなんか。いや、いつもおやつよりもさ、おもちゃやったやん。ホームズごっこできない。全然ダメだわ。ホームズ、ホームズ、ホームズ、ホームズ。一回だけにして、小麦。
る当たってる。ああ、ほんとだ。もう一人遊びじゃん。パパとも遊んで。かわいい。あ、本当に撮った。